サワディーカー、こんにちは、ハヤトクラ、こんにちは、ハヤトクラ、こんにちは、ヨシトクラ、佐藤三兄弟でーす。はい、今日もね、綺麗なところにいますけど、おー、すごいね、雰囲気がおしゃれということでね、今日はジョットフェアというマーケットに来ております。なんか11月、去年の11月にできたばかりで、もう今若者に大人気のマーケットになってます。おー、楽しみ。すごいもんね、若者たくさんいるもん。めちゃくちゃ賑わってる。ここで美味しいものを食べたり、フォトスポット探したり、いろいろね、楽しんでいきたいなと思います。はい、ということで早速探索していきましょう。はい、せーの、レッツゴー。お、美味しそう。美味しそう。なんだろう。焼き豚のリブ。めちゃくちゃ美味しそうです。全体的におしゃれだね、やっぱ。なんかね、ここね、ヨーロッパの雰囲気も味わえるらしい。おしゃれおしゃれ。こういうね、スイーツ系も若者に人気な理由なんだろうね。なんか、インスタ映えしそうなあれだもん、飲み物ですね。本当に人がいっぱいだね。にぎわってます。なんかやっぱ若い方が多いですね。そう。ここは。うわ、お寿司見てみて。はい、かー。あ、好きですか。おい、自分で好きで取っていいらしいんで。はい、取ります。じゃ、サーモンとこの牛肉も人気らしい。一番人気の、これも人気らしいです。こっち、はい、なんか刺身だけでも売ってるんですね。やっぱサーモンが人気っぽいです。まさかタイでお寿司が食べられるとはね。美味しそう。いただきます。いただきます。さてさて、タイの、ね、お寿司はどんな味をするのか。みんな大好きなサーモン一つ使ったので食べていきたいと思います。はい、じゃあいただきます。めちゃくちゃ美味しい。なんか、美味しい。お米はもち米じゃないけど、もちもちっとしてる。もち米じゃないけど美味しい。こっちの方がね、タイっぽいっていうか、そうそうそう、あんま見たことないお寿司なんですけど、結構ソースがかかってるやつなんで。俺サバ行きます。じゃあ、ハヤトがサバ、はい、じゃあ俺一番肉食べていい。肉？あ、じゃあいいや、俺が食べたいもん。じゃあ、よしと肉。え、だけです。最初は肉だけ。はい、行きましょう。行きましょう。うわー、よしかー。一番人気俺取ります。焼きサバ、すごい、なんかソースがかかってる。タレ？ソースがかかってる。いただきます。うん、これめっちゃうまい。驚き、びっくりした、うまっ。サーモンよりも美味しい。なんかこう、火で炙ったような。すごいうまい。いや、炙ってやるんだよ、多分。じゃあ、一番人気、これが一番人気ですね。お肉だよ。お肉って言ってた。これにチーズ。いただきます。日本にはない味が。美味しいの。めちゃくちゃ美味しいんだけど、なんだろう、何なんだろう、これ肉なの本当に。どういうこと。柔らかい。若干なんかミディアムぐらいのお肉。あ、なんか焼き切ってないぐらいのプリプリしたお肉が乗ってて。え、こっちがこれ生ハムっぽい。生ハムだと思った。いただきます。なんだろう、なんだろうお肉っぽい。お肉、何のお肉かわかんない。なんかすごい日本にはない味付けだったりするから、すごい新鮮に食べれるよっていうことで、次行きますか。はい、次行きます。はい、生きたイカが埋められてます。これ調理してくれるのかな。これちょっと気になる。これキャラクターのパンケーキ。うわ、え、めっちゃ可愛い。何これ。116種類。
の関係どんだけいるの。かわいすぎる。じゃあ一つずつキャラクター頼もうよ。これミニオンズ好きなの。あ、かわいい。いいね。一つミニオンズの前にするわ。はい、と。じゃあ俺はポケモン。ポケモン人影かっこよくない。人影ね、昔から結構ね、ゲームで育ててたよ。昔ポケモン大好きだったんで炭治郎にしようかな。あ、鬼滅だね。あーね、日本ならではそんなのもあんだ。いや、なんかね、なんか見るなんか見るなんか見るなんか作るの見てるのも楽しくない。これめっちゃ楽しい。で、あれひっくり返したらこれになってるでしょ。すごいよ、面白い。これは楽しいわ。写真撮っても絶対可愛いよ。可愛い。可愛い。いつよ、そう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 。今からやる。だってあれ、ミニオンだ、ミニオン。ミニオンだ。片手で見て、イメージで描いていく。へぇ。職人技です、職人技。ごめんね、炭治郎。めちゃくちゃ切りやすい。柔らかい。じゃあ、いただきます。最初は何もつけずに、なんか、外側がめちゃくちゃサクサクで、中がめちゃくちゃふわふわ。え、これ、可愛いし、美味しいし、最高。すごいバターの風味が効いてて、めちゃめちゃ美味しいです。ちょっと味的にはあのクッキー生地、あー、クッキーっぽいかもみたいな味がしてて、食感はパンケーキみたいなふわふわしてて、このさ、模様茶色とかオレンジとか味ついてんだよね。茶色だったらチョコレート味、だからすごいいろんな味します。だからこのソースとかもめっちゃ合うだろう、ね、合うかも。甘酸っぱくてストロベリー美味しい。デザート最高だね。なんかもったいないけど、マジで。いや、次何食べようね。甘いの食べたいかも。このクレープ、クレープいいじゃん。めちゃくちゃね、カラフル。なんて言ったってこの生地の色見てください、レインボーだ。ハヤトハヤトヨシト色。確かに半透カラーや。おお、綺麗。これですか。美味しそう。贅沢なクレープじゃん。贅沢。レインボーだとなおさら贅沢が増すよね。そうだね。テンション上がるもん。わお、レインボー、不思議な。やば。じゃあこれ早速食べていきたいと思います。はい、レインボークレープ、めちゃくちゃ美味しそう。これも食べるのもったいない。誰から食べる。はい、いただきます。すごい。あのね、パリ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 、しかもあのチョコレートがいっぱいかかってるから、すごく甘くて贅沢。おお、いただきます。美味しそう。幸せそうだな。超幸せそう。超幸せ。いただきます。チョコレートいっぱいいったね。あーすごい。
いや皆さんもぜひこのカラフルクレープ食べてみてくださいね、はい、来たら。ということで次はあの雑貨あ見に行きましょう。雑貨もあるんだね。雑貨もあるので雑貨見に行きます。はい、あもう早速なんか女の子の洋服とかありますよ、はい、ここら辺結構メンズコーナーにもなってきましたね。そうですよ、ファッションも結構好きな人はいいかもしれない。ネイルもしてもらえるんだったこんなところで屋台でネイルすごいすごいね。日本ではないかな、ね、あここね古着屋なんだよ多分。古着もあります。古着やっぱ古着って世界で注目されてるんだね。本当だ古着屋だ。普通にお買い物したいもん。古着大好きなんで結構こういうところもいた。アクセサリーもめっちゃあるじゃん。アクセサリーすごい楽しいね。楽しい。書いてるね。はい、ということでジョットフェア散策してきました。イエーイ。本当にね、いろいろあって楽しかった、ね、楽しかったです。まあ、雨降ってきちゃったんですけど、まあ、この雨にも関わらずたくさんの人がいてもう賑わってたので本当に人気のあるところなんだなって改めて感じました。まあ、雑貨から洋服からもっと美味しい食べ物やらもう本当に幅広くたくさんあって、うん、誰でも楽しめるスポットだなと思いました。そうですねということでね、今回の動画もいいなと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤三兄弟でした。バイバーイ。はい、気持ち一本吹いてる。